こんにちは、カオルンです。今日は皆さんに重大発表をしていきたいと思います。なんと僕カオルンは3月で千葉県松戸を離れ横浜に引っ越します。イエイ。今僕実家暮らしなんですけど、大学生の頃一人暮らしをしている人はいっぱいいましたね。ついに僕も一人暮らしを始めます。とその前に、僕ね、この間はチャンネル登録者100人いったんですよ。ありがとうございます。またね、動画にしてね、プレゼント企画やっていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。ということで話は戻りますけど、一人暮らしで横浜の方にあるね、イヤホンとかあとカーオーディオとかいろいろやってる会社なんですけど、会社の寮に入ります。でもね、今までね、できなかったこともこれからできるかなと思ってて、やっぱり実家暮らしだと親も一緒に暮らしてるから、撮影するときね、やっぱり緊張するんですよ。親が横にいたりするとうまく話せてるかなって緊張しちゃって、いつも親には恥ずかしいから、いつ家にいないかなみたいな感じで聞いて、なるべくいない日をね塗って、その日に撮影してたんですけど、これからは一人暮らしなので自分のタイミングに合わせてしっかり撮影するので、いい動画ができるのかなと思います。あとはこの家に引っ越してきた時は、そのちゃんと暮らす用のためだけ YouTube の撮影する場所っていうのは設けてなかったので、今自分で荷物があったものを一回一回片付けて、こういう風にね、なるべくシンプルな撮影風景にしてるんですけど、これからは一人暮らししたら後ろの方にね、なんかおしゃれなレンガとかが書いてある紙とか貼って、植木とかも置いておしゃれな背景にしていければなと思います。そして皆さんには今日ね、このレイアウトも最後っていうことで、僕の部屋を紹介していきたいと思います。興味なかったら見なくていい、興味なかったら見なくていいけど、せっかくなんでね、人んち見ててくださいよ。カオルンチャンネルのカオルンはどういう家してるんだろうって興味のある方はぜひ見てってくれればなと思います。それでは行ってみよう。はい、ということでね、僕の部屋を紹介していきたいと思います。僕もね、この部屋レイアウトは人生で最後だと思うので、しっかりこういう風に動画に残していきたいと思います。まあ簡単にいきましょう。まあここら辺はね、僕がいつも動画編集をしたり学校のね研究をしていたりする場所だね。机で、でこういう風に漫画が置いてあって、でテレビここに置いてあります。ちょうどね、この椅子がこのパソコンを、やっている時と、あテレビ見たいなと思ったらすぐにこっち向きにね変えれば見れるので、立たなくていいっていう大変だらけ者なレイアウトになってます。ここら辺は好きな CD とか、ゲームとか、あとはね今までの大学の時の勉強道具がありますね。あとここはこれからも大切にしていくであろうギターちゃんですね。アコースティックギターとエレキギターがあります。あとはここら辺はこれから仕事で使うであろうワイシャツとか上着ズボンが置いてあります。ここら辺はバック類だね。あとはここら辺が靴下とか下着とか入ってたり、ネックウォーマー、ここら辺は音楽の機材、マイクとか、アンプの電池とかカズーとかチューナー、あとはカポとか、ピックがあります。でここには、僕がサイゼリアでアルバイトをしていた時の服があります。もうね返さないといけないんだけどね。あとはここら辺がジャンパーがあって、でここがベッドになっています。ほらこれ分かる、おしゃれな加湿器、まだ見てない人は見てよ。でね、あんま見せれないんだけど、ここら辺に、これから引っ越しした時に使うプリンターやら鍋やら、あとは布団とか、まあいっぱいあるんですけど、これはねまた引っ越した時に紹介していきたいなと思います。それでは僕の部屋ありがとう。はい、ということで僕の部屋を紹介してきたんですけど、いかがだったでしょうか。どう、よかった？
みんなもね、これから横浜に住んでる僕を応援してくれたらなと思います。それではまたみんな横浜で会いましょう。ということで、待つよー、ただバイバイ。本日はカオルンチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録者100人という目標を目指して頑張っていますので、ぜひチャンネル登録高評価をお願いいたします。またインスタグラム、ツイッターもやっていますので、そちらもフォローしてくださいね。それでは次の動画も頑張ってまいりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。じゃあね。